はい、こんにちは、くんです。ということで、今回の企画は、くんチャンネルで、一番伸びた企画と、一番伸びなかった企画を組み合わせれば、トットン説やっていきます。はい、パチ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 。内容なんですけど、まあそのままです。タイトルのままです。一番伸びた動画と一番伸びてない動画を組み合わせれば、だいたい真ん中ぐらいの伸びになるんじゃないか、というふうな趣旨の動画です。一番伸びた動画は完全介護されながら止まらずに1万メートル、まあ本当は1000って書いちゃってるんですけど、1000メートル歩き続けられるか企画っていう企画です。まっすぐ歩き続ける縛り、 W しか押さないみたいな縛りのね、定番のやつです。そう、斜めとかもありますね。で、一番伸びなかった企画は素で50人でウィザー討伐してみた。で、これなんですけど、これもっと伸びてないのもあるんですけど、これだけ50人クラフトが始まってからの企画、まともに編集してるのに滑ったものとしては、これが一番再生数が低かったです。もちろん直近に上げた動画とかだったらもっと下はあるんだけど、4年前っていうのがでかい。なので、これを組み合わせてやっていこうと思います。この2つを組み合わせるとどうなるかというと、追いかけてくるウィザーを素手で討伐しながら1万メートル歩く企画です。追いかけてくるウィザーを素手で討伐しながら1万メートル歩く。僕に対してウィザーを常に攻撃が向くようにします。常に僕に対して攻撃が向くようにするんで、皆さんが素手で討伐してください。で、それをしながら介護もしてください。お願いします。可能しない、いけるとはならない。ちなみになんですけど、1万メートル介護まあまあ余裕でできるようになってるんで、遅延させりゃなんとかなったんですよ。今までは蜘蛛の巣張ったり、トラップドアで止めたりとかしたらまあ余裕だったんですけど、まあそういうのは一切できなくなります。遅延したら死ぬので。で、ウィザーが死んだらウィザーを再度召喚してもらいます。なんでウィザーが何度も蘇るんで、意味ないじゃん。意味ないです。ウィザー死亡タイムってのは作ります。ただ1分後にもう1回召喚されるみたいな、だからもう大丈夫な時間ってのは発生するんで、その間に距離を稼ぐみたいな、クールタイム1分間で。この企画をするにあたって、実はもっと伸びてない動画くんあるんじゃねって思いませんでした。え、もっと伸びてないのあるっしょみたいな。実際11万再生の動画で、カンタスケやばくねって動画があって、カンタスケが女キッズとやらかしてそれを問い詰める動画が1個あったんですけど、組み合わせたら、介護されながら止まらずに1万メートル歩き続けながらカンタスケを問い詰めるみたいになるんで、長時間説教動画になるんで、ちょっと目で見るふりをしました。カンタスケさんがやらかしたっていう風なタイプの動画ですね。久しぶりにしごかないといけないんじゃないですか。カンタスケがやらかしたっていうのってあんまりね、なんか最近はもうなくなってたかな、ウルルーの影響で。ということで、まあ、やっていきますか。で、準備時間はこの企画だと30分準備期間設けてるのかな。30分準備期間設けてるんで、皆さんサバイバルにして30分集めてきたりしてください。はい、開始で、スタートなんですけど、ここから赤の矢印の方に行きます。事前にクンさんに装備着せるとかはありです。で、多分だけど、おそらくちょっと予想されるのが、素手で倒すには俺の位置を純粋に下げなきゃいけない気がする。だから俺の位置を下げて、みんなで素手で殴りやすいようにウィザー殴りスポットみたいなやつを作っとかなきゃいけない気がする。クンさん地下に置けばウィザー地下に召喚されるから閉じ込められるじゃん。掘られちゃうんじゃない多分。まあ道は基本掘って作る。まあでも地下って今までやったことないから、地下を掘るの多分無理だと思うよ。地下1万多分間に合わないよ多分。さっきウィザーを召喚して試してみたんですけど、歩きだとギリ食らったり食らわなかったりするって感じ。コントロールで走ったら絶対大丈夫だけど、まあ普通に歩くと多分まずい。まあ、肉壁かな、だから何人か肉壁になりながらみたいな。前までの完全介護系企画はもう介護する人2人ぐらいしかいなかったんですよ。3人ぐらいしか。俺も協力するか。何がいる？まず俺のためにダイヤモンドチェストとかいるんじゃない？あと壁役のダイヤモンドチェストとか必要じゃない？もうなんかどんどん置いていかないと、これ多分もう道どんどん作んないとまずい。間に合わないよ。食料問題ってどうしてたっけ？歩きだから食料関係ないみたいな感じだったけど、そういえば意味関係してくるのか。トトロ入ってるの？トトロは、あ、入ってる。ちょっと女飯作ってくんね。てな、それ出前やぞ。これ天井つけたら一発爆弾耐えれるかな。いや、でもなんか結構爆発多いから、一発耐えたところであんまり意味あんのかなって気がするけど、かっちゃん、何度やっても、育たないときは何回やっても意味ないよ、かっちゃん。それ、上が邪魔だから育たないんじゃないかな、かっちゃん、多分。なし、何してるの？なし。なんか、チェストでとか作ってるけど。まあ、1万じゃなくて5000メートルにしますか。そうだ、言い忘れてた。半分にしますか。まあでも5000いったらもう勝ち確なんだよな、ほぼ。やばいのって最初なんだよな。残り20分。やばいかな。さすがに。
50人いるんでしょ。大丈夫でしょう。何していいかわからん。え、なんでそうなるの。長月さん、介護企画は初めてかな。道からそれる可能性高いから、リカバリのシミュレーションもしとかんと。確かに、いやリカバリむずいぞ。リカバリって運ゲーだもんな。だいぶ盾っていいんだっけ。あ、いいですよ。あの、僕は持てないですけど盾。ソウルサンド系も今回はあんま良くないかもね。あ、ちょっと木を用意した方がいいかもね。木で道作るのが、ただ半風呂で道作るのが、両脇のこうなんかガイドみたいなの作るのが多分いっちゃんいい気がするから、今回はパン食うのはありにしますか。走るし W の操作か、まあ右振りでパン食うかどっちかだけみたいな。クンさんだけ満腹度上昇つけたら。あとさ、なんでそのすぐ楽しようとするの。そのなんですぐクリエになるの。すぐクリエだ。クリエのちゃんとした真面目な案だろ。今回は擁護できないクリエっぷり。コモロス禁止だよね。禁止というか使ったら終わるんじゃない多分。まあね、ウィザー討伐中には、まあ使えるかも。だからまあ手に持っとく感じかもね。これ引きに行った方がいいかもな。で、チェスト、ラーバーこの中置いとくから、ダークオークの板材。引きに行ってこれ。あの、早いもんで、あと15分くらいでもう30分になっちゃいます。まだ1600なんだけど。え、もう逆にそんな行ったの。もう3分の1くらい終わったってことでしょ。え、壁も1600まで行ったの。壁ないです。普通に座標1600ではスタート地点知らへんで。何座標が 1600？ まさか X？ それ600しか進んでないですね。600だけですね。10分の1ってところでしょうか。あ、ありがとう。前に木持ってきてほしい。定期的に走らせるよ前に。なんか木が尽きた暇人。ラーバー前走ってくんね。さっきのちょうど着く。あ、オッケーオッケー。第2号を走らせないと。暇人さんに物資半分渡して残りでその前から壁引いてくって感じじゃない。鉄もいらないか。これ俺の鉄もういらない。もういらない。俺鉄掘りの人上に来て木切った方がいいかも。はい、にゃん。途中壁高さ1マスでハーフ置いてるバカいる。どれタコはさ、俺が見てやる。ドイツこれロッド信号プレイスド突進です。あと1分で20じゃん。イエス。あの、木入れて、木入れて、木ここ置いて、こん中木入れてください。木入れてください。今ある時点の木入れて。で、トム持ってってくんね、これ。この木全然に。もうちょっと木持てる。もうちょっと木入れて。丸石とかもいいよ。丸石とかもあったら入れてほしいんだけど、持ってないか。この人たちはもう、だいぶ入れ尽くしたか。よし、オッケー。トムこれ持ってって。これ前に持ってって。前線に持ってって、暇人か信号に渡してきて。うん、オッケー。あとどうしようかな。前線でも見に行くか。不正防止の剣クリエイトツール持つと弱体コマンドいる。まあ、大丈夫でしょ。意味ないよ。どうしたのラーバー。これ何してんのこの辺。この辺大丈夫なんか。これスパイク。動物組レッツゴー。-10-183でしょ。動物組レッツゴー。前の方行くぞー。数百ぐらい先から行くぞー。もっと先もっと先。ゴー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 。マイクさん、ここ掘って、これ。マキさん、ここ掘って。で、ここに至るまでの道作れ、お前ら。スパイク、マジもやっぱバカな顔してんだ、なんか。最前線の誰だ？待って、ツールクバル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 。イカオさん、イカオさん、イカオさん。殴るための道作ろう。ふん、来て。あーあああ。ありがとう。ダイヤ装備になった。確かに殴るための道作んなきゃいけないのか。ふんさん、これ。なにこれ。ジュークボックス。シュークボックスでどうしろってのこれ。頑張って。あ、了解。デンデンさん、ウィザー任せ役やってもらってもいい？ウィザーがあまりにも引っかかって終わってたら、ウィザーをワープさせてあげてください。デンデンさん、オッケー。デン。だから意図的に引っかかる装置作っても、デンデンさんに TP されるからあんま意味ないっす。デンデンさん、よろしく。デンデンさん、ウィザー側だと思ってもらって。デン。裏切り方つむり。最前線誰？ロックか。あー、なるほど。ここになるわけだ。ナッサン、ナッサン、渡す、渡す、渡す。まあ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 、いけなかないかも。まあ、この辺は自然なのを使わないと間に合わないかもな、割と。この自然の木をそのまま使うみたいな感じの、土地利用しながらやるみたいなのじゃないと間に合わないかもね。慎吾、前か、それ。それするしかねえな。長月、長月、はい。ウィザーってコマンドでスッと出す。それともサイバーのやり方で最初ボーンってさせる。あ、コマンドでポンっていいよ。まあ、俺木の回収してるよ。あと殴る場所作んないと多分殴れないぞ。ウィザー殴る用スペースみたいなの絶対大事だから誰か作ってった方がいいと思うよ。スパイク、スパイクちょっと待って。あれだよ、これ引っかかってもこれまたワープされるよ、デンデンに。お猿さん、これ作ってくんない？これ殴り台。間違った。さっきの木全部作業台にしちゃった。は？
どういうこと病気が起こった。なんか、何の病気それ。本当にミス。ナイスドバイ。どういうこと、何が起こってんの。くんさん、今装備どんなもん。防具プラス8、防具強度プラス2のダイヤモンドチェストプレート。ダメージ軽減1がついてるのと、落下耐性1がついてるブーツ。鉄のレギンス、あとただの。ダイヤフル作られたけどね。じゃあ、レギンスだけいるかも。あと、まあ、エンチャントされてるからダイヤは。レギンスと、まあ、頭。くんさん、どこ、ちょっと待って。俺、イモムシに。いや、イモムシしか殴り台作ってないのやばいかも。ピリガキ、お前殴る台作らねえ。前線の一番最前線のピンタロウとかって、多分殴る台作る人一人置いた方がいいよ。上に。多分このままだとウィザー殺せないぞ。ウィザー殺したら遅延できるから、割と殺すべきっちゃ殺すべきな感じするけど。ズレで倒せるの？まあ、倒してますね。一応倒してるっぽいっすね。見たところによると、まあ倒してますね。え、待って、これ倒せなかったってうちこれ。倒せてないね。素手で倒せないのでは。それを介護しながら。まあ、じゃあ、武器ありにします？じゃあ。いや、それは良くない。でも武器ありじゃないと無理じゃない？殴って勝てなくない？多分。素手で、いや、なんか、だから再生数伸びてねえんだ、この企画。素手で勝てませんでしたっていう企画なんだ、これ。嘘だから伸びてないんだ。え、多分素手じゃ殺せないよ、多分。本当に。実際殺せてないんだよね、これ。面白そうな企画だなと思ったけど、殺せてなくて失敗してるんだ、これ。戦闘絶望。ドロボス、どこいる？ Thank you。 まあ、ありにしますか。ありにしましょう。剣弓あり。いや、これちなみに企画を踏まえてるんですよ。実は企画を踏まえてて、一番伸びなかった企画も、素手じゃ殺せないから、みんなでダイヤフル装備にしようって一気にぶっ殺してる。無理だねってなって、剣にして勝ってる。歴史繰り返してるわ。なら意味ないやん。いや、そう、意味ない企画だったんだよ、ペニガキ。意味ない企画だから伸びなかったの。そう、だって伸びる企画っぽいじゃん。素手でウィザー討伐なんて。俺たちはそれに意味を打たれるために介護の企画を組み合わせてる。いや、なんかめっちゃあるよ。めっちゃダークオークの剣僕あるよ。これ持って走った方がいいんじゃねこれ、誰か一人。麦、前走れ、これ。麦、これ中に持って走れ、前に。で、殴る台作って、殴る台。途中で多分芋虫作ってるから、殴る台作った方がいい、これで。今、原木だけ持ってけばよかったり、なんでなんかこう、いらんものまで全部持ってったんだ、一体あいつは。これ、初期リスの下スケボで、いや、無限だわ。ちょっとそれ集めてくれ。もう始まるよっていうか、始まります、もう。今何メートル？戦闘どう？戦闘どうなってる？今何メートル？海が長い。座標は？逃げ出せ、バンしといた。よし。位置につきました。飯最後にくれませんか？始まりますよ、もう。ちなみに始まります。介護部隊誰？直近介護部隊誰がやるのこれ。介護ワドルドとシラソル？あ、いや、びっくりした。シラソル、飯持ってきたのか。だからシラソルが介護立って戦闘部隊やるのかと思った。志願兵やべえなと思っちゃった。あと3分でーす。あと3分で始まります。あと3分したら、デデさん、ウィザー沸かしてください。今3500見てるけど、全部海。いや、大丈夫でしょ。2500半分まで進めたってことか。で、ディディ、クモの巣用意しといて。ウィザー入った瞬間クモの巣やればいいから、ウィザーを殺した瞬間クモの巣出す。ってのを繰り返せば、いい。残り1分でスタートです。おーい、ガードで、誰だ？ガード2人だけか？ガード2人で大丈夫か？もうちょっとガード挑むけど、落ち葉とディディか。これだけいれば、ドルボス、解雇頼む。ヘルスカどこ？クンさんが丸石のところ通過したら出します。はい、スタートー。始まりましたー。ぬるっと始まりましたー。あ、ウィザー召喚された。来たよー。丸石突破してくんじゃねこれ。あ、なんかいいね、このか、え、上につけてるから。でもこれ、デンデンさんがワープさせるから意味ないんだよなこれ。ウィザーなんか、どっか行ったよ。大丈夫じゃない？あ、これでも、デンデンワープ入るわ。ウィザーをデンデンに TP させました。いや、ハマったけど多分ワープさせられてる、また。またウィザーがデンデンに TP されてる。デンデンが来るぞー。でも今のところ意外と平気だな。え、てか、なんかクモの巣で遅延すればもうクモの巣遅延しない？もうこれ。一個いて遅延とかすれば、ウィザー後ろから来てる、ウィザー。クモの巣でちょっと遅延させてもいいかも、なんか、やっぱり。来た。遅延させていい。オッケー。まだいける。
で、あの先の方まで置きすぎないでね。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。一発食らってる。俺大丈夫、俺無敵入ってない、これ。俺大丈夫かな。まだいける、まだいける、まだいける。まだ遅延できるよ、多分俺のこと。遅延優先していいと思う。ダメだ、みんなと、みんなが全然違うところ行ってる。ワード、頼む、来てくれ、遅延させてくれ。これまずい、早すぎる、あまりにも。もう1400まで行ってるから、結構やばい。がっつり遅延して、がっつり遅延して。オッケー。最悪壊せばいいから。で、なんかもうウィザー一回殺してもいいかも、ここで。俺回復して、バグ回復するから、ウィザー殺そう。やばい、出てるところ来るぞ。カタツムリ、あ、カタツムリが任せた。うちょっとで、殺せ、これ。逆に。あ、船。窓動いてる、俺。ヘルスかダメ。ポリオン、遅延させて。ディディ。オッケー。もっと置いていい。大丈夫。俺知らないから、全然知らないから、も、あの、そうそう、ディディ、もっと先まで置いていい。最後壊せばいいから、全然大丈夫。置いて。これ、むずいな、これ。これ、むずいわ。クモノス。あ、でも、いいね。クモノス。ナイス。置いて、前までザーって並べて、クモノス。落ち葉、俺のこと、ちょっと殴って止めていい、素手で俺のこと。そう。殴っていい。いいね。そう。いい、遅延させ、それで。もう殴んない方がいいかも。ずれる、多分。あ、大丈夫。で、遅延させれないかな、なんとかして。ああ、討伐した。いいですね。最小間まで10。いや、1分です。10秒じゃないです。クモノス来てくれー、クモノスやってくれ、ナイス。ふう、で、壊す係でクモノス壊してなんか再利用しないでいいの、これ十分ある。多分ドルボスが壊せばクモノスないだよね、多分。クモノス壊して再利用してを繰り返して、ドルボスが壊して前持ってくるみたいな。で、あの、正直割と余裕だから、それより作らせるのやった方がいいから。ディ、そろそろ。ドルボスもう壊して、どんどん壊して、ドルボス。あと、上も張ったらこれ遅くなるんじゃないっけ、もっと。がっつり。そう。ナイス、ディディ。いいね。で、ちょっと湧いても、まあ、俺は大丈夫だけど、道壊れたらやばいから、まあ、道壊れない程度に、ちょっとゆっくり行ってもいいかも。1。あの、当選もしたらカウントダウン始めるんで、これ。ペリガキ、置いて。おい、誰か置いて。ドルボス置いて。進んじゃう。あ、そう、水とかで、なんか、あれしてもいい。引っ張ったりしてもいい。あ、ね、それむずいんよ、水。実は。最召喚されるよ。オッケー。まだいい。めっちゃ遅延でいい。全部並べていい、それ。オッケー。で、殺そう、それ。殺すの、チャンス。殺してくれ、やつを。まだね、まだ2割ぐらいしか削れてないから大丈夫。
でもなんか前線頑張ってる今。前線今何メートル暇じ。それによってどれくらい遅延頑張るか決めなきゃいけないから、前線何メートルか教えてほしいかも。4300おる。あーまあ大丈夫かも。じゃあ遅延そこまで頑張んなくても安全優先でもいいかもね。あ、オッケーオッケーオッケー。殺せ。まずい、殺せ。まずい。その、やばい。殺せ。ウィザーやばい。それ、なんか半分以下になるとマジでやばい。あぶね。ウィザー半分以下になるとマジで強くなるな。今2200だから、2200今。今2200です。めっちゃいい。めっちゃ頑張って遅延してくれ。めっちゃ蜘蛛の巣置いて。蜘蛛の巣支援マジで大事。今この時間。てかさっきめちゃくちゃ頭良かった。あの上に壁つく、屋根作って蜘蛛の巣置いたのマジで強かった。まあでも、あの、ウィザーが地面に降りてきてからかなりもう無理って感じになってたね。危ない。最小感。早っ。これまずいかも。かなり ここでウィザー来んの相当良くないな、これ。ちょっとここ遅延できない。あの山の中で遅延してほしいかも。山の中に、もう、さっと行って、蜘蛛の巣置きまくってほしい。山の中。一本橋は多分無理だ、これ。落とされる。全然 TP 来るぞ。全然ウィザー見えなくなった。なんか、引っかかって。山の中。山の中蜘蛛の巣。もう置いていい。山の中。来た。蜘蛛の巣置いて。置いて。落ち葉。いい、大丈夫。食らってない。あ、最高。もうここフルで蜘蛛の巣置いて遅延しよう、もう。持ってる蜘蛛の全置きでいいと思う。で、その代わり、あ、クリーパーいる。横にクリーパーいます。なんか攻撃してきません。あぶねえ。蜘蛛の巣後ろの糸回収してほしいかも。蜘蛛の巣俺もうないよ。進んじゃってる。いいぞ。落ち葉それいい。それめっちゃいい。回収して水。ナイス。もうちょっとね、前の方から水流した方がいいかも。なんか若干ちょっと走って流すみたいな繰り返すっていう。倒した。オッケー。落ち葉めっちゃ頑張ってくれてる、水で。もう最高。めっちゃ頑張ってる。蜘蛛の巣と同じぐらいの速度だよ、でも今多分。あんま変わんないかも。なんか先の方に回り込んで蜘蛛の巣置きに行った方がいいかも。なんか山越えて。それ蜘蛛の巣置いて、誰かその、ま、前の人。置けないか。でんでんだった、先の方の人。今ね、暇人2657。整備なん、どれくらい？水ダメ、ここから。最小感。3。まずい。2。1。いや、これまずい。これ止まんないわ、これ。止めらんない。これまずい。さっさ殺さないとまずい。殺してくれ。それまずいわ、これ。相当良くない。相当やばい、これ。うおー。怖えよ。怖いよ。一本道やばいよ。やべえ、ドルボスが落ちちゃった。何人か落ちちゃった。やべえ。え、海ってどれくらい続くの、これ。もう海なの。今3000、もう海で、海は遅延したら落ちて終わるからできない、遅延が。ゴールした？これフェイントゴール。何フェイントゴールって。え、な、な、
何メートル何メートル何メートルなの今。多分6000ぐらいがゴールでしょ。5000、あ、もうちょっとだ。あの、降りてくるからまずいかも、これ。これ降りてくるぞ、これ。あとちょっとね。やばい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 。わざわざ後ろ殴って、後ろ見て、後ろ見て、これ。まずい。もうし、殺せ殺せ。まずい、それ。ワド DD が落ちた。いや、落ちちゃダメなやつが落ちたな。まずいよ、これ。助けてくれ。ワド DD。海に落とされる。ウィザー海に落として、ウィザー海に落として。ピリガキ頑張れ、ピリガキ頑張れ。ピリガキ頑張れ、頑張れ、ピリガキ。体で止めろ。もうピリガキしかいない。止めろ、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 止めろ。あ、ナイス、ナイス、落ちま、ナイス、落ちま。でも TP されるぞ、それ。それ、ワープされるから、それ。あんま引っかかると。あ、でも、いけるいける。落ちま、殺しき、落ちま、こっち来て、こっち来て、こっち。前半して、前半して、前半して。TP 入ったらだるいよ。やった、よし。はぁ、なんだこれ。ちょっと遅延必要かも。遅延とリカバリしないとまずい。海やべえわ、めっちゃ怖かった海。いや、いいよ、落ち葉ポコポコ殴っていいよ、俺のこと。ちょこちょこ。そうそう、いいいい、殴っていい殴っていい殴っていい。死なない死なない、全然。それがいい、それでいい、それでいい。全然ダメージ食らわないから。あ、俺ご飯放り投げるよ、俺後ろに。これピンチの時デネさんにテルしたら変身するからティップインの時間稼げる説。すっごいやってること。召喚を優先するから意味ないよ。最召喚、おい、ちょ、待て待て、窓壊して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 。ゼネさん、タイムセットデイしといて。ちょっと見づらいから、動画的に。ナイス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 。あの、弓打てる人は打った方がいいし、なんか、殴れる人はちょっとでも殴んないと、ずっとこれになるとまずいかも。矢ない。矢がないかも。なんか、ちょっと一発でも二発でも殴るしかないな。今ね、氷山とかが見えてる。X3600。早いよ、ちょっと遅延がないから。あー、陸上陸する、上陸する、上陸します。遅延しに行ってもいいかも。クモの巣張る準備してもいいかも。あ、めっちゃいい、山ん中だわ。めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。ちょ、クモの巣なんか先行して落ち葉とか置いてもいいかも。まだ置くのやばいけど。ピリガニ殴っていい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 。まだ遅延していい。もうこんなもんかも。あの、海渡り終わりました。今3900です。今実さん整備は5200。めっちゃギリギリだな今回。え、っていうかさ、地下、これ地下ってどれぐらい続く。なんか地下っぽくするの割とウィザー対策としては結構いいかも。すぐ終わるのか、すぐ出る、できる限りだな。この間ウィザー殺しといて、ワード俺出ちゃうよ、クモの巣。あ、ウィザー死ぬ、ウィザー死ぬ、ウィザー死ぬ、ウィザー死んだ。ウィザー死んだなら遅延した方がいい。なんかイカオがボーっとしてるところ突破した今。あの、遅延してほしいかも。なんか全然フルでいっちゃってる今。ご飯誰か分けてくれ。いや、俺が落としてる、俺落としてる、落としてる、俺落とした、落とした。道に落とした。ただ俺一人で歩いちゃってるわ、今。4070ぐらい。クモの巣品切れが近い。飯落としてる、落としてる、俺。こまめに食ってる、ちょっとでも遅延しよう。今4200。あと1000ぐらいか。最小感。いや、でも結構強いよ、ここ。多分。木が邪魔してるから。木が邪魔してて、多分ウィザーは役に立たんと思う。意外と強い。ディディ、ペリガキ、どっちか来ないとまずい、多分。なんか今、護衛がいない。ワドしかいない、今。護衛がワドだけ。結構ね、天然の、こう、なんか、囲いみたいのができてて、割とカバーされてるから、カバーされてるから大丈夫かも。なんか全然ウィザー来ない。
PP もしてるのかもしんないけど、道が燃えてる。あーは、あ、まずい。おい、どこで道が燃えてんだ。今4650だぞ。マグマだまりの上に木で道作ってあった。まあ後で先般会議しよう。え、ちょっと待って、それ座標によっちゃ近いぞ。それなんか緊急遅延必要になる。それもしかして、よりによってチャットの遅いメタボが見つけたことによってどこが燃えてるか分かりません。多分近い。座標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 、 X の座標だけ打って、それだけでいい。それだけしかしなくていい。ダメだ、終わった。多分打てない。5149。ええ、そこだよ。え、そこだよ。もう100先とか。窓前行け、窓前行け、窓もう前行け、前行け。お前もう大丈夫。あ、なんか後ろはなんとかするはず。他が落ちろ、前行って、出て来たけど、道繋いだ。え、ちょ、にしても危ないから一応見て、点検。やっば。あとでそこ先般会議な、そこ。メタバそこいといて。あとで先般会議しよう。あと100もないぞ。ニセゴールさん、白心の壁。あ、もうニセゴールまで行っちゃった。え、大丈夫それ。戦闘大丈夫、どうなってる。うわ、ここか。は？は？え？え？え？なんか違う道に行ったのか、下に降りてった俺。5186。ちょ、なんか遅延しないとまずい。え、ちょ待って、やばいことになってる。わど、俺のこと殴って、殴ったりしていいよ、別に。止めないとまずい、多分。そう、いい。止めよう。ちょっとでも遅延した方がいい、今。那須さんも殴るの手伝って。那須さんちょっと。窓が無理になったら殴って、代わりに。窓を突破しちゃったら殴る感じで、俺が。あ、いい遅延。暇人、あとどれくらい遅延すればいい？殴って、ストレートでお願いします。いけます。あ、じゃあもういけるらしい。もう行こう、じゃあ。は？下に落ちたけど、俺。大丈夫？なんかドキドキ要素、何こ、なんなのこれ、たまに来るドキドキ要素。これなんで道作り直しちゃったの。なんかあった、なんかドキドキ要素やばい。ジェットコースターみたいになってる。ディディ最小感来るぞ、後ろ。ペリンガキも、あ、でもなんかずっと安全かも、地下で。地下余裕じゃね？多分分かって地下に作ってくれるようになったのか。ほな地下に出すか。え、まずい。目の前にいる。いや大丈夫、地下脱出した、今。 OK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 。 カタツムリの野望砕けたぞ。だから地下終わったけど、これまずい。これ壊される、これ、橋。やべ。なんか食らってる。あ、ナイス、ポリゴン、その押す判断、ナイス。脱出させた。ポリゴン、ここ早く。あー、これ、まずいわ、これ。いや、もういいと、逆に遅延というか、なんか後ろ、ここで遅延されると多分やばい。普通でいいと思う。来るぞ。ワド戦ってほしいかも。あれ、なんかトーマスいる。そろそろ終わりなのか、これ。戦って、上で戦ってほしい。その上の階段のところで戦えるはず、殴れるはず。
てる来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 るぞ。あ、大丈夫だ、なんか。あった、誰がゴールか。いけるいけるいける。ちょっと待って、なんかミサー近い、ミサー近い、ミサー近いです。最後最後来てる。よし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 。オッケー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 。いけたかいけたかいけたか。ゴール。ふぅ、5000。はぁ、いや今回結構ちょっと怖かったな途中。あぶねー。いや今回スリルあった。途中のあの途中やばいところあったよね。なんかあのなんかみんな落ちてってペリガキしかいなかった、いなくなった時終わったって感じだったもん。危なかったマジでマジでやばかったシーンあったな。みんなバカバカ落とされてって。え、でメタボさんの戦犯会議します。ここさあ、危ないことした戦犯は誰でしょうか。戦犯会議です。ここに作った人だよね、木で。サンドウィッチ、あ、サンドウィッチはこあのちゃんとストーンで作ってる。ナツ、プレスド、オークスラブ。ナツ、プレスド、オークスラブ。やっちゃうって。まあ、ナツさんですね。介護企画、あのさ、あの、注目してほしいんだけど、ナツさんサムネに映ってるんだよね、初めて。このさ、1000メートル介護で。なんか、俺が介護してやるって感じで、なんかしっかり映ってるんよね。第一人者感めっちゃあるのに。いや、ナイスだわ。その、前方部隊、ちゃんと終わってよかったわ。いやなんかね、ちゃんと遅延できたらよかったよね。なんかあ、なんかウィザーがなんか一緒に参加してる。クンさん、ハムに TP してあげてください。ちょっと待って、待って、え、ちょっと待って、ハムに TP したらハムがなんかハム押しちゃった。俺ハム押しちゃった。ハムエンドラ討伐始めてる。なんかエンダードラゴン討伐しようとしてた。俺がなんかブイッズイッて押しちゃったけど見せ場がなくなった。ハムの物資ロスト、タイムアタックしてた。一人でやりやがって。道の整備終わったのゴールの1分ちょい前ぐらいで。あ、じゃあ本当にギリギリだったんだ。多分5000でギリギリ。これ1万でやってたら終わってたってことか、つまり。まあしかも、あれが良かったよね。クモの巣でギリギリ耐えてたもんね、割と。ゴールついてちょっと道作って後ろ戻ったらクンさんいた。怖っ。まあ確かに、あと数人いなかったら、だってあと5人足りなかったら作業員が前の5人いなかったってことでしょ。後ろ5人があれだったら。クソ危なかったよね。何か追いかけてくるのいるとやっぱちょっと変わるな。今回ウィザーだったけどさ、もうちょっとやばいモブとかだったらなんか変わりそうじゃない。もうちょっとやばいモブ追いかけてったら。ウォーデン。ウォーデンか。ウォーデンはやばそうだな。いやー面白かった。ジジー。